ナマンダブツナマンダブツ司会のうち皆兄弟なりとナマンダブツナマンダブツ、はい、ですね今日はこのマーク・マリンズ先生の論文の方の結合というかね結論の、よか1個前の、こういよいよ、この論文の佳境に入っていくようなところですね、全部喋れるかどうか分かりませんがなるべく早く読んでいこうと思いますが、西欧社会における新宗教団のポスト教派的な選択肢という、そういう項を、ご紹介をします。大変内容盛りだくさんかなすごいいっぱいいいことを言うかな、書いてありますね、ちょっと急いでいかなければいけないので、早速読んでいきましょう。浄土真宗は日系人のためだけの民族宗教なのか、それとも普遍的な真の世界宗教なのか。浄土教が民族宗教以上のものであると確信している者たちには伝道について極めて真摯な議論を始めている。すみません、ちょっと読み間違えました。浄土教が民族宗教以上のものであると確信している者たちは伝道について極めたて、真摯な議論を始めている。創価学会など成功を収めている教団から教訓を得ようとしたり、北米の非日系人に呼びかけるためキリスト教宣教師の文献から使えそうな戦略を学んだりするほどの努力をしている。カレー、インターマリッジ、地理的移動によって日系のエスニシティを持つ人は減り続ける中、日系人の仏教界であることにとらわれているのは賢明ではない。創価学会の成功、比較的短期間の間に主にヒスパニックや黒人の方々にこの伝道いち早く伝道をされてかなりの成果を収めておいでになる、これが創価学会ですね。その創価学会のやっぱ成功ですね、成功から教訓を得る、それからこうキリスト教の宣教師さんのなさっていたことの中から使えそうな戦略さえを見つけていこうというような、これもなかなかできることではないと思いますが、そんな方向に向かおうとしておいでになる会教師さんやからメンバーの主だった人たちがおいでになると、ね、そしてそうしていかなかったらですよ、このカレーインターマリッジ地理的移動によって日系のキリスト日系のエスニシティを持つ人は減り続けるわけだから、日系人の仏教日系人社会というものがあって、その日系人社会が仏教界を誇示するっていう、まあ言ったらここの村がこの寺を護持するっていうことですね。ここの村、カレー湯って書いてあるけど、私はですね、住職になって20年ぐらいか。要は前の住職亡くなったから住職やってるわけですけど、20年ぐらいの間に随分大きな様変わりですね。それ以前のことを考えてみても、ほんまなんか、えらい変わったなぁ思いますけど、で、そのなんか変わったのはいくつも変わったものがあるんやけど、そのうちやっぱ大きなもんいうのはね、やっぱこう3つあるなと思うんですね。1つはですね、まず御門徒の数が減ってると、ご存知かどうか分かりませんが、滋賀県はそんなに人口そのものは減ってません。むしろ増えてますよね。私が住職になった後でも10万人は確実に増えとるやろうと思うけどな、10万人は増えたのか、まあとりあえず何万人か増えてますわ。で、今横ばいかな、細かい数字はともかくとして、まあ基本横ばいですわ。それでも御門徒はどんどん減ってると、どんどん減ってると。でもっとこう人口減が著しい県とか地域の人たちはもっと減ってると思いますからね滋賀県横人口そのものは横ばいやのに御門徒どんどん減ってるんですよね人口そのものが減ってるところなんかもっと減ってるはずなんですわ、まあその話はあんまり言うてもしゃあないけど、いくらでも喋れるんやから。それからインターマリッジというのはね、これはね、昔の人たちは自分の村同士で結婚したり、このシリーズの中でも何遍も喋ってるけど、自分の村同士で結婚しはったり、あるいは結婚される範囲が狭かったわけです。
ここからね、ここの村ではさばっかりで結婚してはるわけではなくて、もうちょっと隣の村からとかね、川向こうとかね、こんなぐらいのもんです。皆さん基本この古東というのは浄土真宗西の地帯なんで、浄土真宗西から浄土真宗西に行ったり来たりしはるだけのものですが、まあ、そうやけどこれ今みんな結婚される範囲が広くなりましたからね、そしたらこう人種間結婚いうことはそこまでないと思いますけども、他のご修士のところからお嫁さん来はったり、それからあんまり宗教と関わりのないようなご家庭から奥さんがおいでになったりすると、でその中で普通に何て言うかな、私たちにしてみたらさ、私の目から見てみたら、まあ、村の中に適応してくれて、浄土真宗に適応してくれて、どん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 入ってきてくれはるなあいう人もありますけど、基本は、ね、基本そういうところもあるけど、そやけど宗教とあまり関わりのない生活をしておいでになったご家庭からおいでになると、やっぱりちょっと難しいなと思うケースもやっぱ当然のことがありますね。だいたいそんな風に育ってないわけだから、これ責められないですからね、相手を責めることはできませんから、やっぱり、そんな風な環境の中でおいでになってないわ、暮らしておられなかった人はポンと大人になってから来はるから、これを相手を責めても仕方がないんですけども、やっぱしかしなんか困難を感じるところがあります。だから三重苦の最後の方はこれ非正規雇用がめちゃめちゃ増えてるということです、ね。それによってなかなかこの、から非正規雇用とかね、なんかまあさまざまな理由ですね、なんか子供さん少なくなってる、それからどこでもあることやと思いますが、別に隠す必要もないと思いますが、引きこもりとかそういった問題ですね、そういった形でどんどんこの寺さん、このなんていうか、もともと護持しておいでになった熱心な方々が加齢をなさっていて、でこう中にはまあ浄土真宗と関わりのない、宗教そのものとあまり関わりがないような方々が結婚されておいでになっている場合、そしたら子どもさんにもその影響が出てきますし、若い人の中にその非正規雇用であったり引きこもりであったり、さまざまな問題を抱えておいでになる方々がおいでになりますんで、やっぱりなかなか難しいなというのがこれ正直な話です。これだから海外の話も日本の話も一緒でね、要はね、ここからここまでの護持団体があって、これが盤石なもんであるわけはないんで、諸行無常やからね諸行無常やから、カナダだろうが合衆国だろうがハワイだろうが日本だろうが諸行無常やから、この確固たる護持団体があるなどというふうなことはね、これ私の妄想でしかないんですわ。で、そういう中でですね、これにとらわれて心の中で守ってもらえるやならというようなバカなことを考えているのは賢明じゃないっていうのはその通りで、これルール述べてきた通りです。で、それどうするかと言いますと、そこでどうしていかれるか、北米の場合どうされてるか、それがそのまま日本で使えるかどうかは別の問題ですよ。でそやけどそこから先行事例を学んでいこうやないかと。でそれでそこでこれも説明してきました通り、禅を取り入れて非日系人にとっても近づきやすい有意義なプログラムや、礼拝形式を作り出した革新的で柔軟性を持つ僧侶も確かにいると。でそれは昨日ご紹介した生田教授先生、それから北米の教団 BCA の大井昇進先生、マービン原田先生などの事例を紹介してきました。しかしそういう人もいはるけども、しかしほとんどの仏教界はそうした変化を起こすことはできていないし、その意思もない。なかなかきついなマリンズ先生きついですね。で保守的な指導者と日本の西本願寺の教派的教義と父として進まない変革に幻滅と失望を感じて立ち上がり、新しく独立した宗教運動や団体を生み出した非日系人の仏教徒もいると。でもちろんその非日系人だとかでなくて、そして新しい団体を作り出して名も知るかえって言わはる、そんなことではなくて、日系人の2世の人たちがですね、例えばレスブリッジのロバート弘中先生とマック西山さんというそういう方々が自分の自宅を開放して仏教のセミナーを開いたり、浄土真宗の教えを、その方々が説いていかれる自宅を開放して、いろんな人に来てもらってやってもらってはった時があったんですよ。残念ながらお二人とも亡くなってしまいましたけども、そんな風にして
こういろんな形で、今ここに書いてあるのは、新しく独立した宗教運動や団体を生み出した非日系人もいるよって書いてあるけど、日系人で、そして、このレスブリッジの仏教界の会員でありつつ、その開教師さんを、こう助け補佐しつつですね、こう自分たちの自宅を開放して、みんなに来てもらって仏教をこう説いていく、自分たちで仏さんの教えを説いていかはるような、そういう方々もおいでになると。で、真宗信者は北米のグローバル社会がもたらす多民族的な状況にさらされている。いろんな人が集まったごったにの、世界やからね。メルティングポットって言われたりしますし、サラダと言われたりもしますが、そういう、こう多民族多宗教多人種国家の中で、こう多文化な状況、多くの文化的な状況にさらされている。特に重要なのは、日本の浄土真宗がアジアの他の宗教、タイ、チベット、中国、韓国などと並んで受け入れられている事実である。北米において、仏教の求道者たちは、それらをどれもアジアから伝来した仏教の宝と考え、北米の地に適した仏教に展開させていく資源と考えている。つまり、日本を含め、どの地域から伝えられた仏教であろうと、それにとらわれることなく、一つの教派やセクトのみに属し、他の教派に対して排他的であることを嫌う人が多いと。だから、前途念仏と年間領収やというようなことを昨日お話をした通りになるような、そんなことになるわけですね。まあ、しかし、それをこう日本の保守的なお坊さんたちがどう考えていくかあるか分かりませんが、私の考えを申しましたら、親鸞聖人がまさにそれをやってるわけです。例えば、お経さんの中でお浄土の情景いっぱい書いてあって、阿弥陀経の中、八苦独生がどうしたこうしたとか、オウムが鳴いて、舎利がおって、迦陵頻伽がおってと書いて、そんなとこ、教行信証ご本殿の中に全く引用されていませんし、他の、和さんにはちょっと見られるところなのかな。まあ、そうやけど、そういう、こう、右的な浄土というのかな、形があるような、こう、シャバの延長みたいな浄土というのはね、基本線としては親鸞聖人は全部外してはりますね。で、そうやって自分の考え方、自分の浄土真宗観、それをこう明らかにするために、こう読み替えとかね、そういったことも別に親鸞聖人が自分で考えて、ああいう読み方をして、読み方自体は自分で考えはったんですが、読み替えっていうやり方そのものは、別に親鸞聖人がお考えになったものではなくて、昔から前からあったものだけれども、それをこう浄土真宗の読み方、自分の信念に基づいたら、このお経はこう読めるんや言って、で、普通の漢文の読み方では絶対読めないような読み方で、新しい考え方を自分の中で引き出していって、自分のこの考え方はこれや言って、持っていっていくはる。で、そういう姿、これやっぱ仏教を変えておいでになるっていうのかな。例えば、事実が100あったとして、100のうちの、この20の部分だけを抜き出して考えていくっていうことは、100あるもののうちの20を抜き出す、その20よ、数字にこだわらんといてください。これは5であるのか、99であるのか、それともかくとして、そこで妙にこだわってもらったら困りますけれども、しかし、100ある仏さんの教えの中から、この一つのものを取り出して、浄土教という、そしてそれを称名念仏っていうふうにして取り、あの引き出す抽出していって、それをこうさらに、自分の考え方に基づいて、このお経はこう読むんだっていうふうに読み替えていかれて、浄土真宗を確立してるわけですから。で、そんなふうに考えてみたら、仏教というものを自分の考え方、自分の救いに合うように、自分にとってフィットするような教えに、こう、なんていうかな、自分のための救い、自分の救いはどこにあるんやっていうことを、そこをもとに体系化していかはったのが浄土真宗であるとするならば、この北米の方々が自分のにフィットするような、自分の救いになるような、そういうふうに浄土真宗を改変し、仏教の中から、いろんな、この仏教の要素の中から、これいろんなものを組み上げていって、その組み上げれた組み立てる組み立てていって、その組み立てていくうちのピースの一個として、浄土真宗の考え方を用いていかれるっていうような考え方、これは決して浄土真宗的な西本願寺そのものの考え方とは違うかもしれんけれども、そんな形でもって、
浄土真宗の教えが取り入れられていくということは、これ全く否定されるべきものではなくて、だからこのロバート平中さんやこのマック西山さんってね、あのレスブリッジで自分の家を開放して仏教のことをあのこう説いておいでになった方々、この仏教ってのは変わっていかなきゃいけないんですよと私に教えてくれましたね。仏教ってのはどんどん変化していくものよ。仏教に諸行無常という考え方があるでしょ。でそんな風にして一国としてとどまるものがないと、ね、ちょうどここのお寺の御門徒が減っていくように、やっぱりどん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 、物事というのは変化していくんです。でその変化に応じていくような形で変わっていかなければいけないのが仏教というもので、変わっていくものが仏教であると言われています。だからこう浄土真宗プロパーンかね、浄土真宗だけを考えていかはる人にとっては、仏教という自分の救いの全体像の中の一つのピースとして浄土真宗親鸞聖人の教えがあるという考え方は、こう合わないかもしれないけれども、しかし、これ非常に有益なものであると北米の社会、まあ、ヨーロッパどうか分かんないけどではそんな風に考えられているということです。でもうちょっとマリンズ先生の論考を読み進めていきましょう。西洋世界におけるポスト教派的な真宗教団の選択肢っていうのの、もうちょっとセクションもうちょっと読んでいきますね。ここから話題を転じ、北米社会に適応し変化しようと試みたいくつかの真宗系グループの動きを概観していきましておいでになります。マリンズ先生、いくつかの実例を紹介しておいでになるということですですね、まず最初にですね、このそういうこう革新的な動きの一番最初か先駆けですね、これはですね、古くは1944年に行名 M 久保瀬が設立したシカゴ仏教会があります。で久保瀬先生、久保瀬行名先生ですよ。もう早くも昭和19年にシカゴ仏教会を作ってくださっている、久保瀬先生は北米生まれの2世ですが、仏教を学ぶために日本に渡り浄土真宗と禅宗を学びます。どの仏教教団の傘下にも入らず組織として独立しているこの寺院は、米国に適した仏教実践を模索してし続けてきたおいでになると。でごめんなさい。で近年の事例はブッディストフェイスフェローシップという、このブッディストフェイス、こっちはフェイスですね、ブッディストフェイスフェローシップ、コネティカットを拠点とする2001年に設立された真宗グループであると、この2001年にこの G.R. ルイスっていう人が作らはったブッディストフェイスフェローシップ、これが真宗、こういうのがあると、で設立者の G.R. ルイスは浄土真宗と非セクト的な仏教カリクラムにより教えるベトナム生まれの僧の両方から教育を受けた、ね、ルイスという人は浄土真宗と非セクト的な、この仏教カリクラムを教える、ベトナム生まれの僧の両方から教育を受けた。ティック・ナット・ハンさんなんでしょうか、違う人なんでしょうか。ルイスも禅と真宗を統合して実践する。BFF ブッディストフェイスフェローシップは米国のニューメキシコ、ネブラスカのほか、カナダのオンタリオ、それから南米のプエルトリコ、アルゼンチンに提携教団がある。BFF は新たなアメリカ仏教を模索する独立した革新的な真宗門徒のコミュニティであると、独立した革新的な真宗信徒のコミュニティであると自認しているということです。で、その次に阿弥陀宗。文字通りアメリカでも阿弥陀宗または阿弥陀オーデン阿弥陀団はデイビッド・ジョン・ブレイジャーという人がですね、英国人ですけれども、1996年に設立した浄土系独立グループである。英国を拠点とするごく小さなグループだが、カナダのバンクーバー、ハワイ、ベルギー、フランスに提携グループが組織されている。このグループも折衷主義で非セクト的であると。
こういったところ、ここをね、阿弥陀宗を知ってはる人はそこまでおいでにならんと思いますが、それからもうちょっと20分だと、こちら有名です。アラスカのアンカレッジにある真宗ホワイトロータスセンターは1998年に設立された。ベルギー出身と米国出身の2名の僧侶により運営されている。西本願寺とつながりはあるが独自の展開を見せている。このセンターは仏教に関心を寄せる全ての教派と全ての人々に開かれているという。これらのグループに共通しているのは、偏差なセクト主義と、に対する拒絶と折衷的な宗教実践であるですね。折衷的な宗教実践である。権威に対する中世や日本の本山寺院の教派主義は上記の非日系仏教実践者にはほとんど、見られない、ね、狭隘なセクト主義、狭苦しいセクト主義っていうことが書いてあります。そういうことが書いてあって、これ以上説明する必要はないかなと思います。